ボンジョルノー、あっちゃんです。今日はね、2月の13日の土曜日、土曜日進行でね、今10時ぐらいだけどね、9時、8時半頃に目覚めとって、昨日寝たん5時過ぎやってんけどね、なんか知らんけどね、目覚めの早かってね、で、目覚めとってんけどね、ちょっといろいろツイッター見たりね、いろいろゴソゴソしながら、ベッドで1、ベッドじゃないわ、お布団で1時間ほどゴソゴソしとってね、で、ね、起きてきて、で、ぼーっとしとってね、で、あれね、それです。で、寮はね、もう出かけていってね、遊びに行ってくるって出かけていってね、友達となんか、もう高校最後の思い出作りやね、出ていって、で、ヒカもね、もう早起きてゲームしてんね、今。朝早くからゲームですわ。はい。ということでね、あっちゃんもね。じゃあもうちょっと、総理いただきます。うん、うん、美味しい。あのね、まあ、昨日もね、ちょっと遅くまでライブしとってね、昨日何人かご新規さん来てくれて、で、ぼちぼちとね、こう本当にこうお目覚めし始めた人たちが増えてきてね、で、みんな目覚めてる人たちがあっちゃんにたどり着いてくれてね、昨日初めて来てくれてね、いろいろお話ししてくれた人もおったりしてね、結構みんな情報知ってはる人が増えてきてね、で、やから、で、情報っていうのはね、あっちゃんもいろいろ手探りで情報を拾っていく、で、視聴者さんも手探りで拾っていく、で、その中でみんなでこう情報を共有するってすごくいいことやね。でもやっぱり陰謀論になってしまったらね、考察しすぎて陰謀論になってしまうと、今度なんかそれが嘘っぽく聞こえてお目覚めしにくくなってしまうからね、言葉ってすごく難しいなと思って、で、昨日もやっぱりちょっと話しておったら、やっぱりね、お寝坊さんで来てんのか、わざとね、あっちゃんの言ってることを潰しに反論しに来てる工作員なのか、まあ大体あっちゃんはちょっと分かるところもあるんやけども、でもちょっとでもそういうね、工作員っていうのもわざと工作員じゃなく、ただ単にオールドメディア、テレビとか、なんかインターネットの間違いとかで、そういう人たちが集まるサイトとかで、やっぱあっちゃんの言ってることと違う話を信じてしまって、もうね、無意識で工作員になっている人もいてるしね、でも薄々気づいててお目覚めしたいなと思ってる人もいてるから、やっぱり目覚める人が増えてくるといいなと思ってね、なかなかこれをね、難しくて、で、ね、こう実際お話してもなかなか聞いてもらえへんかったりもするし、そうかもと逆にすごい気にしてくれて、気になって目覚めてくれる人もいるしね、うん、まあそんなんでね、で、さすがにインターネットっていうのはね、もう監視、ガチガチの監視社会やし、言論統制バリバリやから、もう言えへんことがいっぱいあんのね。だから実際お話しするオフ会をね、現実的にしていこうかな。やっぱこれね、全部つながってくるね。風の時代、血の時代から風の時代に変わるときに二極化するって言われてて、で、血の時代から風の時代に変わるときにコミュニケーションの時代って言われてて、で、血の時代から風の時代に変わるときに一方的に、メディアからの押し付けから、自分で調べる時代に変わるって、もうまさにその通りこの世の中動いてきてて、で、その中で一つあっちゃんがすごい気になってたのが、江戸から、江戸ぐらいから文化っていうのがこう始まってるわけじゃないけど、変わってきてね。で、江戸時代から、明治、大正、昭和、で、平成、令和って変わってきてね。何が変わってきてるのかっていうと、江戸からね、明治天皇に変わって、で、時代が変わり、鎖国が解けて、で、今まで、天皇っていう存在自体を、国民は知らなかった。それが江戸時代だったらしいんだけど、そこから大正に変わった時に、新聞っていうメディアで国民は明治から大正に変わったことを知った。で、大正から昭和に変わった時に、ラジオっていうメディアで、知った。で、
昭和から平成に変わった時に、テレビっていうメディアで知った。で、平成から令和に変わったのはインターネットっていうメディアで、天皇のね、天皇というか元号のチェンジが、みんなに知り渡った。毎回新しいメディア、ニューメディア、ニューメディアに変わっていってるのね。ということはね、それが風の時代になって、次はどういうメディアになるのか、それはオフラインメディア、要は人と人と会って話す。あれ、その時代なかった、江戸時代に戻る。なんでかって言ったら、インターネットっていうのは脆弱性がいっぱいあるのね。ハッキングされてたりとか、言論統制があったり、ね、嘘とかが紛れてる。で、一番確実で脆弱性がないのっていうのは、人対人で話をするっていうことやね。それが風の時代で来るって言われててんけど、まさにそれの時代が今来てるな。だからあっちゃんはオフ会 でみんなに話をしたいなと思ってる。だからインターネットの時代になんでそんなオフで話することがこの時代か、そういう時代に変わるんだよって言ってたことが分からんかったのね、去年はね。すごい不思議やって、そこの部分が。結構だから血の時代から風の時代になって、コミュニケーションの時代とか、いろんな情報社会になるって言われて、もちろん第三次世界大戦も起こってる。それは情報戦争って言われてるけど、もちろんそれも含め風の時代は情報の時代って言われててね。のに、なんでアナログに人と人と面と会って、そういうね、なんていうかな、何も介さずに口と耳で話すっていうのは何なんかなと思ってて、それがこういうことかって、メディアの脆弱性、メディアじゃインターネットの脆弱性、ああそういうことやったんかーっていうことでね。だからあっちゃんはオフ会とか会った人には話していくってことをやっていこうかなと思ってね。それでお目覚めさんが増えてくれたらな。もちろんオフ会してね、オフ会にわざわざ来てくれる人に、目覚めてへん人はおらへんから聞いてくれるとは思うんやけどねまあそんな感じでね、いろんなね言えへんこと、それをもう去年、一昨年、3年、4年ぐらい前からね、だからあっちゃんのオフ会ではいろいろちょっと都市伝説絡みの話をしてたって言ってたけどね、聞かれたら言うよって話しとってんけど、そんな感じでね、いろいろみんなに話したもん、やっぱみんなのお目覚めの手助けを、その時代からあっちゃんは無意識にしてたんやなと思って。なんかこうね、YouTuber になった時点で、メッセンジャー的な、あっちゃんがその神で、あーちゃんがみんなをこう導くって、そんな大きな存在じゃないんだけど、神様からの導きで、あーちゃんが神様からのいい方向への導きのメッセンジャーになってんのかな。まあ、神様がとかね、そういうのでお導きがとか言うとうさんくさいんやけどもね、それを信じてくれる人たちが増えていくっていうのがすごいいいことだよね。宗教臭いって言われたらそうかもわからへんだけどね。でも結局日本は神の国、日本人っていうのは世界の中でも少ないというか、ほぼほぼない神の血を引く血統やでね、日本人っていうのは。だから世界を良くしていく指導権を、というか、世界を良くしていく、その導く人種っていうのは日本人だよね。それが神道であって、その神道をないがしろにしてね、第二次世界大戦では神道を潰されたりもしてるけど、やっぱりそれを受け継ぐものっていうのはすごい大事なんじゃないのかなってあっちゃんは思うようになってきて、だからね、あっちゃんは思いのまま、やっぱりみんなが幸せになってくれることを願いながらね、これからも自分の思った通り動いていきたいと思います。はい、僧侶飲みながら何の話やねんってね、昨日まあライブでね3時過ぎぐらいまでやっとって、で5時まで動画作っとって、で寝てね8時ぐらい起きたから、まだあっちゃんの中ではね、そういうちょっとやっぱみんなに早く伝えたいなっていうのがすごい残ってんで、ということで今日のあんちゃんの、朝総礼動画この辺で終わりにしたいと思います。ということで、ね、バイバイ。なんかちょっとね、今日腰のここのとこ痛いのよ。中じゃなくね、筋が痛いのもね、運動不足やな、運動しなあかんほんまに